皆さんこんにちは。明海大学不動産学部の斉藤博子です。本日は世界日本の事例から住宅地の価値を上げる方法、住宅地のマネージメントについて皆さんと一緒に考えていきましょう。まずはじめに日本の住宅の置かれている現状を確認いたしましょう。こちらの図をご覧ください。青いところが総住宅数、白いところが総世帯数です。昭和の43年になるとこの数字、青い方が上に上がりますね。そして昭和の48年からずっと青い方が多くなっている。つまり昭和43年から日本では住宅の数が世帯数よりも多くなっているということがお分かりいただけるかと思います。その結果、今住宅は世帯数の 1.15 倍あります。そして住宅の数が多いということは、ちょっと、目線を変えますと空き家が多くなっているということになります。空き家は全国で 13% もあるわけです。空き家がそんなにあれば余裕があっていいんじゃないかというふうに思われるかもしれませんが、空き家はそんなに平等に起きるわけではございません。それでは空き家も含めて我が国の住宅地で今どんなふうになっているのかを確認していきましょう。まず一つ目は、空き地空き家が増えてきているということです。右手にありますマンションご覧ください。これはある地方都市のマンションです。20戸ありますが、もう4軒しか住んでいません。エレベーターが動いていないようですね。きれいな水が出るんでしょうか。左側をご覧ください。これは戸建て住宅地です。初めから2割しか建っていなかった戸建て住宅地。そして下の方は50年たち空き地や空き家が増えてきて、商店街も閉まってしまった住宅地になっています。こうして空き地や空き家が増えていって、だんだん店も閉まり、バスの本数も減って、人は不便だから去っていって、治安が悪い、こういうふうになっても人の不動産ですから、なんとか地域でするわけにはできません。こういった問題が起こってくるわけです。2つ目の問題です。日本の国の住宅、道路、公園、つまらないありきたりのものが多くありませんか。そういう中で行政の手がなかなか届かなくなっています。例えばゴミ落ちていても知らん顔、そういった中で行政の財政力が低下しますと手が届かない危ない地域が増えていきます。例えばこちらの住宅地をご覧ください。これは関西で魅力的な住宅、高級住宅地として有名な六麓荘になります。魅力的な住宅地にしたいよねということで、道路を自分たちで持ち管理していました。でもこの道路は公道ですのでバスも通ります。どうしてバスも通るような道を自分たちで持って管理しなきゃいけないんだろうか。地域の中で不満もありますが、なぜ他の地域の人たちが使うものを自分たちが管理をするのかっていう地域間の不平等が起こってきています。このようにちょっと魅力的な街にしようとするとなかなか行政が手を出してくれない。じゃあ行政が全て持って管理をするためには何かありきたりな街になってしまいます。地域で魅力的なものを作り、維持管理運営するのに我が国に適正な、適切な方法がないという現状があります。そして例えば戸建て住宅地で集会場を作ろうとしても、これもなかなか現在の制度の中では大変難しくなっています。3つ目の問題を見ていきましょう。できた時に美しいなと思う住宅地たくさんあると思います。ところが時が経てば経つ敷地が分割されてしまう、あるいは生垣がなくなってしまうというのがあります。例えば目の前の住宅が3階建てになって日当たりが悪くなってしまったらどうでしょうか。私の家の財産権、奪われてしまうわけですね。資産価値が低くなってしまいます。しかし現在の制度では
それを保証してくれるということはありません。なんか人のことを思いやって、そういうふうに暮らしていると損をするなということで、だんだん住環境が悪くなっていく、そんなことがあるんではないでしょうか。確かに、魅力的な環境を維持しにくいという現状があります。今、ご覧いただいていますのは関東で高級住宅地といわれる田園調布、関西の高級住宅地といわれる六麓荘です。共に高級住宅地といわれますが、この高級住宅地に勝手になったわけではありません。町内会の人が丁寧に建築のルールを守り育ててきているわけです。でもこの町内会全員が入るわけじゃないんですね。町内会に入っている人たちがこの町並みを守るために汗をかいて、町内会に入ってくれない、ルールを守ってくれない人のために一生懸命働いているという現実があり、ここにも不平等が生じています。こちらの不平等は地域の中の不平等ですね。こうして地域で景観、町並み、住環境のコントロールをするのには課題が多いという現状があります。何かコントロールしようとすると、なぜ私の財産権をコントロールするんだ、主権を奪うのかといったことがトラブルになってしまいます。ですから、平和やめてくださいね、災害の時危険ですからと言っても、なかなかそれも聞いてもらえないという現実があるんではないでしょうか。さて、4つ目の問題です。まあ、エレベーターがなくて不便だというのもありますが、例えば近くの店が閉まってしまい、そして買い物にも行けない、だから不便だから人がだんだん減っていく、そうすると治安も不安ということがどんどん広がっていっています。地域に求められている、地域に密着したサービスがなかなか手に入らない現状があります。もちろん町内会や自治会が手を差し伸べるのにも限界があります。お互いに助け合おう、相互扶助をしようと思うのにも限界があります。助けたいと思う人が助けられたい人よりも少ない場合、それはなかなか手が届きませんので、近所付き合いにも、そこも限界があるというのがあるのではないでしょうか。こうして行政や市場のサービスの手が届かないというところが増えてきています。でもこの度の被災地では本当に近隣の人の力が大きかったというのは皆さん実感したことではないでしょうか。さて、どうしてこうなってしまったんでしょうか。こんな町しか作ってこなかった、こういう事業者が悪い、あるいは行政が悪い、そんなこと言っててもしょうがないですね。それにやはり町が成長していく中で、町に必要な施設やサービスは同じではない、ですから、そういったことが十分答えられていない、あるいは町というものは作った後支えていく必要があります。それを誰も支えてこなかった、行政が悪い、事業者が悪い、そんなことを言っててもしょうがない。もっと魅力的な町を作り、地域で維持していきましょう。そして問題があれば再生していきましょう。それを支える行政、住民、そして事業者も変わりっていきましょう。変わりつつあるんではないでしょうか。それでこれからどうすればいいのかということですが、今まで地域では町の安全、安心、防災、防犯、こういった機能が求められてきましたが、そこに新たに4つの機能が求められています。まず1つ目は、空き地、空き家がいっぱいになってダメにならないように空間を魅力的に再生していきましょう。2つ目です。町を魅力的にするために町の魅力を作っていきましょう。そして地域で持ちましょう、管理をしていきましょう。3つ目になります。町並み、景観、住環境を維持するためにしっかりと土地利用をコントロールしていきましょう。そして最後、4つ目になります。必要なサービス、その地域に求められている必要なサービスを地域で提供していきましょう。これが地域が行う住宅地のマネジメントです。これをしっかりと実践していきましょう。それでは
どうすればいいんでしょうか。せっかくですからちょっと世界を、行ってみたいと思います。アメリカ、イギリスを覗いてみましょう。はじめにアメリカに皆さんと行ってみたいと思います。こちらの住宅地はアメリカに1929年に作られた町です。ラドバーンと言いまして、ラドバーン方式という言葉を聞いたことある方もおられるかと思います。ちょっとご覧いただいたら分かりますが、上は車が通る道です。下は人が歩くための道です。そうなんです、車というものがこの世界に広がってきて、極端に言いますと、こんな怖いものはしっかりと離れた方がいい、車が通る道と人が歩く道を分けましょう、もし交差する必要があれば立体にしましょうという、こういった社会的な実験をしたのがラドバーンといいまして、こうした歩車分離方式をラドバーン方式と呼んでいます。これほどの大きな社会実験ですから都心ではできません。いわゆる郊外、超郊外で作られたわけです。どのぐらいの超郊外かといいますと、分かりやすく言いますと、下水道が十分整っていない、ゴミ処理にも来てもらえないような、そんな郊外だったら、そういったサービスを自分たちで提供しようよということで、地域でチームになって取り組み始めました。マイナスなことだけをやっていくんではなく、もっとプラスな街にしていこう、そこで豊かな共用施設としてオープンスペース、プール、テニスコート、野球場、運動場、バスケットコート、アーチェリーなど、さまざまな施設をみんなで持ち、そしてさまざまなイベントを行うようになりました。こうした仕組みが今全米に広がっています。こちらは人工ビーチがある住宅地です。そしてゴルフ場がある住宅地、他の住宅地にはないような魅力が欲しいよねといった消費者、そういった住宅地を積極的に作りたいという不動産の事業者、共にこういった住宅を求め、もちろん行政もこういった住宅ができてほしいと思っていましたが、こういったビーチやゴルフ場を引き取って行政が管理をするということはできません。そこで住民がこういった施設を持って管理をする手法が1960年代から本格的に広がっていきます。これが HOA 方式というふうに言います。ちょっと仕組みを確認していきましょう。ビーチ、プール、ゴルフ場を誰が持っているの？これはみんなです。どんなふうに管理をするの？管理組合を作ります。このみんなって誰？住宅の所有者です。そしてその住宅の所有者がチームになって管理組合になる、その名前が HOA、 ホームオーナーズアソシエーションです。他の住宅地にはない魅力を持って管理をし、その他にも各家が勝手に修繕をし、建て替えて環境が悪くならないようにコントロールをしていき、その地域に求められるレクレーションの提供、そして行政とのネゴシエーションもしていきます。その費用はみんなで負担します。どんなふうに運営していくのか、大事なことはみんなが参加する総会で決め、そこで決まったことは理事会で執行していきます。まるで日本の管理組合のようですね。そうです、日本のマンションの管理がむしろこちらから学んだというふうに考えていただいてもいいかと思います。ちなみにラドバーンというところはベビーシッターの発祥の地とも言われています。こうして地域に必要で地域で求められているものを地域皆さんが力を合わせ作り育ててきているということになります。さて次はイギリスに行ってみたいと思います。こちらはレッチワースという町です。ロンドンに起こった住宅問題を解決するために、ロンドンに通わないで独立した町、つまりそこで住んで働いて、そうした考え方で世界で初めて作られた、いわゆる本格的な郊外の住宅地になります。1905年から入居が開始し、
ロンドンから離れた、当然通勤は前提にしてませんから、本当の郊外の住宅地です。 3.5 万人が住んで、ところが100年以上経った今ではこの住宅地大変人気があり価値が高く、ここにわざわざ住んでロンドンに通いたいという人も多くなっている街になっています。ご覧ください。街はこの100年以上の間再生をし続けて魅力を持ち続けています。むしろ魅力がどんどん変化していっているんです。工場、これはコルセット工場だったんですが、これがオフィスにコンバージョンしています。そして必要ならば大型スーパーも呼んできましょうということで、大型スーパーも来ています。車社会がやってきました。むやみやたらにカーポートを作られた街並みが乱れてしまいます。そこで街並みを崩さないようなカーポートの作り方、こういったルールがきめ細かく作られ、街の良さを維持しながら成長し続けている街です。ちょっとこちらの表をご覧ください。実はこの街では、この街を作った会社、財団と言ってますが、これが残ってこの街をマネージメントし続けています。どんなことをしているのか。他の街にはない豊かな緑を持ち、これを維持しています。そして修繕や建て替えをコントロールしています。しっかり修繕してくださいねということで補助金を出したり、あんな風な修繕、こんな風なリフォームはいいよって表彰したりしています。その他、農場、博物館、映画館、ホール、こういったものを提供し、病院までの無料バスも提供しています。そしてここに住めば楽しいことがいっぱいあるように、皆さんの住民活動を支援するクラブへの補助金も出しています。こうした活動を居住者の多くの方が町の価値を上げている、またこうした活動があるから周りの住宅地よりも資産価値が高いんだということを評価しているという人が多くなっています。さて、これはどのような仕組みで成り立っているかを説明していきたいと思います。真ん中に図がございますが、町の方針は住民の代表もどういうふうに選ぶかをきめ細かく決めています。この住民、行政、そして財団の代表、こういったものが集まって理事会を作り、しっかりと町の方針を決めていきます。その町の方針が決まれば、年4回全住民に向かって集会を開きます。意見を聞く場を設け、かつそうした方針を伝える場を設けています。こうして丁寧に住民の意見を聞きながら、しっかりと町の戦略を持ち、マネージメントし、価値を上げているということになります。そして右上にしておりますが、こうした町のルールにしっかり従ってくださいねというのは、各家に住んでいる人がこの財団と借地契約をする際に条件をつけて、この条件の中に入っているということになります。ちなみに右下、アメリカは実は住宅所有者同士が約束をする、つまり住宅所有者同士が一つの契約という形を持ちながら町のルールを進めているというのと少しスタイルが違っています。こうして見ますと、住宅地の価値を上げるには共通の条件があるようですね。まず一つ目は、しっかりと価値を上げるための主体があることです。二つ目には、町の方針を決めたらみんながしっかりと従うということです。やれる人だけがやるって言ったら、やはり不公平が起こってきて、何か真面目にやってると損したような気がしてきませんか。三つ目には、専門的なことをしっかりとアドバイスする人がいるということです。四つ目には、時には費用も必要になってきます。そして五つ目には、しっかりと維持するだけではなく、町を再生していくには不動産を持っているということも時には求められてきます。先ほどのイギリスのレッジワースでは、費用は住民の皆さんから集めていませんでした。じゃあどうして費用を出しているの。実は財団が不動産を持っていて、
この不動産収入をしっかりと使いながら町の価値を上げています。つまり町から上がった収入でまた町に返していく、そして価値をまた上げていくというプラスの循環があったんですね。まあ、こういう意味じゃ費用を持つ、そしては不動産を持つということも時には重要になってくるかと思います。さらにこうしたことで住民皆さんの意見をまとめていく、あるいは時にはそこから出て行ってもらわなきゃいけない、あるいは動いてもらう、こういった不動産の移動がある場合には保証のルールも必要になってきます。こうして考えてみますと、日本の中の現制度ではマンションではこういったルールが区分所有法等で整っておりますが、戸建て住宅地などの住宅地ではなかなか整っていません。じゃあ何もできないのか、そういうわけではありません。それでは具体的に今私たちの日本のこの制度の中でどんなことができるのかということを次に考えていきたいと思います。次は日本の住宅地のマネージメントの可能性です。私は7つの手法があると思っています。それではこの7つの手法順番に見ていきたいと思います。まず一つ目は既存の組織としっかり連携をしていく。わかりやすく言いますと町内会、自治会、そこが中心になってしっかりと町を作っていくという方法になります。こちらは横浜市の山手地区を例に出しています。こうした既存の組織を使いながらその町の問題点をみんなで見つめ発見し、それを解決に向かっていくということです。まあ、再生まではなかなか難しいですが、管理は自治会や町内会がベースになりながら、まあ、新たにそこから地域の組織を作ることもできますが、町がどんなふうに進んでいくべきかのマスタープランを作り、それに基づいて建築のルールを作りコントロールし、必要なサービスを提供していくということができます。しかし町内会自治会ですから全員参加しろというのを強制するわけにはいきません。まあ、こういった難しさもありますし、必要なお金を集めるぞというお金を集める権限、これもなかなかないですし、専門性を持つということも難しい、まあ、そういった側面もあります。2つ目はコミュニティビジネス方式です。こちらは千葉の NPO の事例を載せています。こちらはスーパーの横にこの NPO が店を構え、スーパーでお買い物した高齢者のそうした荷物を運ぶようなコミュニティビジネスをしています。その他買い物の代行、 DIY の講習会、そしてリフォームなどのお手伝いをしています。コミュニティビジネスを活用する、確かにこういったのも魅力的かと思います。維持管理や再生、これを部分的にやっていくことはできるかと思います。例えば地域で空いている住宅、店舗を借りて地域に必要な方に地域の必要なサービスを提供していく、こうすることで地域の人材の活用とともに地域に働く場を提供していく、こういったことが可能になりますね。しかし、住民皆さんの意見を反映し、そして住民に何か決定したからこういうふうにみんな従ってくれ、あるいは費用負担してくれと、こういったことは難しいです。まあ、そういう意味じゃできる部分も部分的にはあるということかと思います。もう一つの例、これは横浜市の例です。マンションの一つの住戸を借りまして、高齢者用の集い、ランチの提供、サークルやデイサービスを提供しています。3つ目の方式を見ていきたいと思います。こちらは民間の不動産会社を活用した事例になります。こちらの事例は千葉県佐倉市のユーカリが丘山番の事例になります。専門会社ならではの専門性をしっかりと活用して住宅地をマネージメントしていく方法です。幅広いマネージメントをしていくこと、あるいはある分野に限定しながらマネージメントしていくこと、あるいは入居すぐという時間を限定してマネージメントしていくことなど、いろんな形があり得ると思います。
さて、民間不動産会社というのは確かに開発をするというイメージで、もちろんそういったことは得意ですが、管理や再生の可能性もあります。一つには専門性が高いということがあります。しかし専門性が高いですが、住民の意向をしっかりどう反映していくんだ、あるいはこう決まったから住民の皆さんに従ってください、必要なお金を出してくださいというのは大変難しいですね。そうなりますと民間の不動産会社がここにしっかりと根付いて管理再生をしながら事業として採算性を維持していくという必要がビジネスとして求められてきます。確かに既存住宅地でそれをやっていくのは難しい。ただしレッジワースのように初めから作り、そこにしっかり残り、不動産を持ち、まあ、こういったスキームがあれば可能性もあるのではないかと思います。4つ目です。借地方式です。こちらは神奈川県、そして東京都の事例を載せていますが、レッジワースのように借地という仕組みをうまく使いながらやっていくということも大きく可能性があると思っています。維持管理再生の可能性ですね。もちろん地主と借地をするという契約の中でいろんなルールを決めとく、その中で必要なお金を集める、あるいは建築のルールに従ってくださいねというルールを決めておくということもありますが、一体借地期間をどのぐらいにするんだ、50年では短いかな、70年、100年では長いだろうか、この期間設定も難しいですし、最後、まあ、建物を解体して土地を返す、こういったタイミング、まあ、こういったものも難しい課題はありますが、例えば規制市街地で管理放棄されたような土地の所有権、あるいは管理権を地域が持ち、地域がそれをうまく活用しながらマネージメントしていく、こういった可能性もこれからどんどん高まっていくのではないかと思われます。そして5つ目、地主組合方式です。こちらでご紹介しているのは東京都日野市の農住組合を活用した方式です。残念なことにこの農住組合法は23年までの時限立法でしたので今はございませんが、こうした地主がみんなで協力し一緒に再生をしていく、別に農住組合使わなくても別の会社でも構いませんので、こうしてみんなで共同でやっていくということで、より効果的に地域の価値を上げていくことができます。こちらの事例では13の地権者が13の団地、92戸のアパートやマンションを共同発注しました。もちろん一つの大きな建物にしてもよかったんですが、将来の相続のことを考えて別々の建物にした、でも共同発注することによって外観、街並みをお互いに調和させ、もちろん安くすることもできます。お揃いの外観にすることによって街はみるみるうちに見た目も景観も変わりました。そしてそこにお一人のマネージャーが住んでおられます。そういう意味じゃ管理も大変効率的にできる仕組みとなっています。さて6つ目です。まちづくり会社方式。まちづくり会社をうまく使った事例です。こちらは大阪茨木市のサイトの事例になります。まちづくり会社が地域に根付いてこの地域に必要なサービスを提供していく、こちらの事例でも、まあ、2000戸ぐらい、まあ、こうした規模があれば事業がうまく採算するとも言われておりますので、こうしたビジネスとして成功するにはやはりそれだけの規模が必要になってくるようです。また全員参加を、まあ、促す、強制するということはできませんので、まあ、こうしたところに難しさもあります。さて7つ目になります。実は私この住民主体方式、これが今日本で最も優れているのではないかなと思っておりますので、これを少し詳しくご紹介したいと思います。私がプロデュースしました兵庫県姫路市にのぞみのという293戸の戸建て住宅がありますから、それをご紹介しながらこの仕組みを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。のぞみのは姫路市にある戸建て住宅地、
293個になります。まずのぞみのでは町並み景観を考えて土地利用のコントロールとして地区計画、景観協定、そして景観形成指針、この3つを作っています。それに従えば自然と美しい町並みができますが、美しい町並みだけではなくお互いが思い合った家の配置になっています。つまり窓と窓が向き合うことがない、窓と窓が開いてしまいますとお互い、近い位置で開いてしまいますと窓を開けることができなくなりますから、こういったこともきめ細かく配慮してルールを作っています。どうして3段階にしたの？もちろん地区計画はいいですが、これではなかなか住民の主体性が育ちません。そこで大事な骨格部分は地区計画にし、さらに詳細なルールは景観協定、そして住民と住民が思いやる部分、これは景観形成指針で決めています。こうして住民と住民がお互い思いやって、お互いが快適に暮らせる、こうしたきめ細かいルールを作り、ルールを作るだけではダメで、このルールを守ってもらうことが大事になりますので、まずこれには景観コーディネーターが一軒一軒チェックをするということをしています。実は HOA アメリカでもレッジワースでも共にされている手法です。こうして初めはプロがチェックをしていきますが、住民がしっかり育ち、住民主体でそれをやはりチェックし、チェックというかそのルールをしっかりと運営していくような力をつけていっていただきたい、そういう意味ではそのためのビデオやマニュアル、町カルテといった制度も用意して、この景観コーディネーターである先生をお呼びしての勉強会もしています。2つ目、道の作り方も考えました。ありきたりの町では住民がその町を大事にしたいと思わない、自然とその町を大事にしたいという気持ちが育つように、こうしてコミュニティ道路という形を採用しております。これが道路部分ですが、道路の配置はこちらのようになっています。この住宅全体で道路、よく見てください、車が入っていける入り口がかなり制限されています。これによって用事のない車はほとんど入ってきません。こうして通過交通をできるだけ排除しています。そして用事がある車はやはり用事があってっていうことですから、なるべくゆっくりと走っていただきます。そうすることによって人々の、縄張り意識を作り、監視能力を高め、実はそうしたことによって住民同士がお互いに顔を知り、その中で親しい人を見つけていく、こういったことが高まるということになっています。今日はその研究成果、詳細にはご紹介いたしませんが、こうした効果があります。こうした道の作り方一つで住民のコミュニティの形成のしやすさが変わってくるということなんですね。さて3つ目です。公園もしっかり考えました。実はこの公園は住民の皆さんとワークショップをしながら、こんな公園が欲しいよねという声を形にしています。確かに周りの公園よりも魅力的にいたしましたが、これを全部住民が持って管理をしては大変荷が重いです。そこでこういった魅力的な道も公園も原則行政に移管しています。ですから行政が管理をすることを大前提にしながら、日常的な管理は住民の皆さんでやるというスタイルをとっています。ですから例えば中の何かが壊れたら修繕が必要だ、そのための費用がないと荒れ果てたままになりますから、こういったために将来の修繕に備えて一時金も集めています。また長期のマネジメント計画を立て、それに基づいて費用もみんなで積み立てるという体制をとっています。つまり町はできた時が最高ではなく、それを住民と一緒に育てていくというシステム、それを初めからしっかりと設けているということなんです。この公園で、これは住民の方の夏祭りです。そして住民皆さんがこうして使うことによって日常的に管理をするという、こうした心も一緒に育っていってほしいなと思って、コミュニティをイベントを企画しました。さて4つ目です。これはコミュニティハウスと呼んでいます。
公民館があってもなかなか使い勝手が悪いよね。なんかあれしてはいけない、これはしてはいけない、時間はこの時間しか使えないという制限があると、なかなか住民が自由に使うことができません。ですからのぞみ野では戸建て住宅地ですか、いわゆる集会所ですね、これを住民のものとして住民が持って管理をするということにしました。ちょっと外観も考えてみて、イタリアレストランと間違えられたりしてますけど、いかがでしょうか。まあ戸建て住宅なんですけど、マンションのような豊かな共用部分が欲しいねということで、こうしたシアタールームも中にご用意されています。靴を履いたままで気楽に立ち寄える、まあ、この喫茶店のような雰囲気も大切にしたいと思っています。特に東日本大震災では、マンションの集会所が臨時の避難所になったり、救援物資が届くそうした場になった、こういった意味では町の拠点として活躍していっていただけるようにというふうにして作っています。こうした形でコミュニティハウスの前で住民の皆さんとバーベキューもいたしました。さて5つ目です。全員参加の管理組合を作っています。これはいろんな住宅地でやっぱりみんな参加の組織が欲しいよね、チームが欲しいよねという声を聞き、それを実際の形にいたしました。この住宅では景観協定の運営、コミュニティハウスの運営、そして公園の日常的な維持管理をみんなで運営していきます。形態的には管理組合法人という形をとっています。これはアメリカの HOA システムから学んできました。6つ目です。事業者、今までの不動産を作った方は作った後はさよならって去っていくことが多かったんですが、こちらでは事業者が住民の皆さんが自立をする約3年ほどの間サポートする体制を取らせていただいています。そしてだんだんと住民が自立をしていくというスタイルを大事にしています。例えばアメリカでは州法の中でそういったことが決まっている。日本では法律で決まっていないので、こういったふうに考えまして、住民の自立を次第に促していくという方法をいたしました。入居開始1年後に管理組合の設立総会をいたしまして、それまで半年間かけて住民の皆さんと管理の仕組みをしっかりと理解してもらえるように、また理解できるようにという勉強会をしてきました。勉強している風景ですが、こういった形で勉強会をして、その後少し楽しみを入れて、できるだけ皆さん多く参加をしてもらうようにしてきました。さて7番目ですが、実は住民の皆さんのコミュニティってそう勝手に育つわけではないです。何かきっかけがあって、どこにお互いが住んでいる、そういったことが分かるから、災害でいざという時にお互い飛んでいって助け合うということができる。そういう意味では住民と住民の皆さんが自然に助け合う体制をどう作っていくのか、そういうきっかけや場を作っていくということが重要になってきます。もちろん全員参加の管理組合がありますので、コミュニティの基盤を作りますが、それをサポートするという意味でコミュニティマネージャーと管理会社がサポートをしています。いざという時に住民同士の共助、コミュニティが機能するにはその基盤として、やはりイベントをしたり、住民の方同士が知り合う場を提供していくということが重要かと思います。のぞみ野ではできるだけいろんな形のイベントをしました。つまりいろんな方が参加をできる。そのイベントによって、あ、お互いこういうことが好きなんだな、花が好きなんだな、音楽が好きなんだな、お祭りが好きなんだな、いろんな年齢層の人がいろんな機会に、そしてお互いの趣味が合う人同士が自然に出会えるように、こちらはお花をみんなで植えようということで、実は苗木をボランティアに植え、それを各家に持って帰ってもらって育ててもらいます。そして、まあ、眺めていただいて、育てていただいて、ある程度大きくなったらこちらに公園に持ってきてもらって、皆さんの手で植えていただきます。この公園は皆さんが管理をする公園ですが、こうして自然に愛着を持ってもらう、こういった手をかけるというようなことから、皆さん自身の公園だと思ってもらえるように、
なぜ公園の管理をしなきゃいけないんだ、行政に移管したんじゃないかというご不満が寝ないように、そんな思いから皆さんと活動もしています。この公園では先ほど紹介しました夏祭りもしています。そして皆さんの敷地と道路のちょうど境界部分に、これビニールのプールを出してヨーヨー釣りをしたり、こうして道路を魅力的に作ったことによって道路も使って遊べるんだよというようなこと、こういった体験もしてもらうようにしています。最後8つ目になります。コミュニティマネージャーもいて、管理会社もいて、戸建て住宅なのに管理費が高くなるんじゃないかというご不安があるんじゃないでしょうか。これ管理費が高くなってしまいますと持続可能なスタイル、システムではないと思います。そこで管理組合自身が収入を上げる仕組みを持っています。実はこの住宅地の中に交番を作ってまして、この借地料が収入になっています。そして先ほどのコミュニティハウスの部分に店舗が入るようになっています。ここで賃貸料が入るようになっています。この不動産の収入を上げ、そして管理費を下げる仕組み、これは先ほど見ていただきましたイギリスのレッチワースから学びました。こうすることによって各住民からのいただく、集める管理費を抑える、こういった工夫があります。さて、のぞみのの事例ではご紹介しましたアメリカの住民主体型、イギリスの専門家サポート型、こうしたものをうまく組み合わせ、日本の現制度を踏まえて日本型の新しい住宅地のマネジメントを設定しております。もちろんいろんな住宅地があります。これから作られる住宅地、すでにある住宅地、抱える問題もそれぞれかと思います。住宅地のマネジメントというのは、その住宅に合った方法でしっかりと価値を上げていくということが大事になります。今日はほんの一部の紹介でしたが、ぜひあなたの街に合った方法で価値を上げていただきたいと思います。どうもありがとうございました。